Ninja Gaiden 3ではマルチプレイのオンラインにも本格的に対応しています。そのマルチプレイの Ninja Gaiden、今回まあ初めてですけども、その Ninja Gaiden Ninja Gaiden 3のオンラインマルチプレイのコンセプトは、忍者ワールド。今まで主人公のリュウ・ハヤブサというキャラクターを皆さんは操作してきましたけども、この Ninja Gaiden 3のオンラインマルチプレイは皆さんは1階の忍者として、リュウ・ハヤブサがその忍者の頂点であるという、そういう忍者の世界に飛び込む経験をすることができます。その中で自身の腕を磨いて能力をアップして、皆さんプレイヤー同士で殺し合いをしてもらって、でその上で、リュウ・ハヤブサに少しでも近づいていこうと、そういうオンラインマルチプレイの世界が待っています。今回は忍者ガイデン初の対人戦ということで、まあクリアすべき技術的課題というものが多くあります。特に忍者ガイデンは、忍者ガイデンのような近接アクションゲームでは、例えばその刀に当たったとか当たらなかったとか、そういう部分が非常に皆さんの中に分かりやすく見えてしまうということがあります。しかし、やっぱ通信を介する以上、どうしてもリアルタイムで同じ絵を見せるということは不可能です、ですから、やっぱりその A さんの画面では当たったけど B さんの画面では当たらなかったというような結果の違いが、発生してしまうわけです。そういう、当たったのに倒せないとか、または逆にその当たらなかったのに倒されちゃったというような部分を、いかに、違和感なく、またユーザーの皆さんにストレスを感じずに、プレイしていただくかということが、重要になってきますし、またそこのあたりが、開発者の腕の見せ所となるわけです。そういうことで、今はそのプログラム的な面だけではなく、ゲームデザイナーや、あとはビジュアルパートと、密接に連携しつつ、開発を進めているところです。忍者ガイデン3のオンラインなんですが、今回はシグマ2で導入したオンラインコープに加えて、最大8人でのマルチプレイヤー対戦というものを、実装しています。8人で、対戦するんですけれども、チーム戦あり、裏切りあり、バトルロワイヤルありといった、様々なルールというものを、忍者ならではの世界観で、対戦していただくというところを、今回、体験していただこうかと考えています。Magnificent, isn't it?